ゆりさんは私の仲間になる気はない？仲間とは何の話ですか？なるみさんやひまわりさんと仲がいいのは知ってるけど、私と仲良くしない？確か2年前痴漢から助けてもらったんだよね。そうです、なるみさんは私のことを助けてくれた女神様。なるみさん優しいしすごくいい人だっていうのはわかるんだけど、もしなるみさんが裏で悪さをしていたらどうする？なるみさんが裏で悪さですか？そうそう。そんなのありえません。え？なるみさんが裏でこそこそと悪巧みをするような人じゃないことは私が知っています。けどわからないじゃん、何をするか。なるみさんが何をしているのか基本的に全て把握しているので問題ありません。え？なるみさんに悪い虫がつかないようになるみさんのことを見守っているので。なるほど、2人は相当仲がいいんだね。ひまわりさんともよく3人でいるし。そうですね、連絡はこれだけですか？なるみさんと仲がいいっていうことが分かってよかった。私もなるみさんが悪さする人だって思ってないから同じ気持ちだね。あなたごときの気持ちと同じにされたくはありませんが。え？こちらの話なので気にしないでください。オッケー、よくわかんないけどまた今度 LINE するね。しなくていい、時間の無駄。何か言った？いいえ、また連絡が必要になった時に送ってください。はーい。数日後、なるみとなみえの LINE。 ちょっとなるみさん、どういうつもり？何かあったの？あったどころの騒ぎじゃないわよ。どんな教育したらこんな野蛮な子供に育つの？教育ってもしかして桜花のこと？そうよ、今日子供たちが私の家に遊びに来てるでしょ。みんなでお菓子作りをするからって呼んでくれたんだよね。お菓子作るまでは良かったんだけど、家の中で走り回ったり暴れたり。それって桜花のこと？なるみさんに LINE をしてるんだからそうに決まってるじゃん。分かってるくせに話をはぐらかさないで。人の家でそんなことするなんて信じられない。はあ？人の家で暴れ回ったりするような子じゃない。あー、やだやだ、自分の子供は特別おとなしいとでも思ってる？あなたみたいな考えの人が犬をノーリードで散歩させるんでしょうね。は？リードをつけてくださいって言ってもうちの子は飛び出したりしませんから。とか言って変に過信してるやつ。今までも人の家に行くことはあっても迷惑かけたことなんて一度も。証拠の動画でも送ればいいの？暴れ回ってるところをわざわざ動画で収めたってこと？だいぶ余裕があるみたいだね。いいからこの動画を見なさいよ。確かに桜花が走り回ってるみたいだね。これで分かったでしょ、なるみさんの子供がどんなに野蛮な子か。これからはちゃんと周りに行って回るのよ。私の子はおかしな子ですって。けどさ、この動画ちょっとおかしくない？何が？桜花はカメラを見ながら走ってるし、もっとほら早く行け行けみたいな声が入ってるし、この声ってナミエさんの声だよね。はあ？私はゲームをしてる息子に声をかけていただけ。ゲームしてる息子さんを応援しながら動画を撮ったの？ずいぶん器用だね。動画に撮られてることに気づいたらおとなしくなっちゃうかもと思ったからね。けどカメラの方を何度も見てるから動画撮影してるのは気づいてるんじゃない？なんか怪しいなあ。私の言うことが信じられないの？私はこの目でちゃんと見たんだから。私の名前はなるみ、タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のナミエさん。娘の桜花がナミエさんの息子くんにお呼ばれをしたらしく、今回は子供たち数人集まってクッキー作りだったんだけど、いきなり家の中で走り回って困るって LINE。 娘はそんなことする子じゃないし、動画の感じもなんかおかしいんだよな。動画でも残ってて私が見たって言ってるのに信じないとかありえない。キャー！今度は何？桜花ちゃんが走り回って私の家の家具を壊した。家具を壊したですって？これすごい高いものだったのに200万はしたのよ。ちょっと待って、子供が壊せる家具って何？ほらテレビよ、テレビ。ナミエさん、最近旦那さんが新しくテレビを買って10万もしたって言ってなかった？ソファーよ、ソファー。子供が走り回ってソファーが壊れるとは思えないんだけど。うるさいわね、何が壊れたかなんてなるみさんに言う必要ないでしょ。旦那が骨董品を集めててその壺が割れたの。最初からそう言えばいいのに。壺が家にあるなんて恥ずかしくて言いたくなかった。
ますます怪しいな。適当なことを言ってるんじゃないの？違うわよ。これはもう慰謝料を払ってもらうしかないかも。慰謝料？多分この壺が壊れたことを旦那が知ったら精神的に落ち込んで寝込むはず。それで慰謝料払えって？そうよ。数日休んだらその間収入がなくなるんだからしょうがない。もちろん壺の料金も払ってもらう。バカバカしい。あなたは嘘ついてるよね。嘘なんかついてない。私の子供が走り回ったって動画も違和感があったし、壊したものがコロコロ変わってたし、あなたの家に何度か行ったことあるけど壺なんて見たことない。旦那が最近始めた趣味なの。なるみさんには500万ほど請求することになるかな。500万ってあんたアホ。そうよね。さすがにそんな大金すぐには払えないよね。あ、ならこうしよう。嫌な予感が。示談にしてあげるから200万払って。これって示談っていうの？警察に届け出を出してもいいのよ。なんて届け出を出すつもりなのか。警察に調べてもらった方が白黒はっきりつくかな。ちょっといいの？職場で恥をかくことになるけど。別に気にならない。警察に事情聴取されたとか絶対に嫌でしょ。だから私が特別に示談にしてあげる。示談って言葉をどこかで覚えてきた小学生かな。そういえばお金を巻き上げられるとでも思ってるのか。なるみさんの子供が走り回って大切な壺を割ったのは間違いない。あははは。今すぐ示談金200万持ってきなさい。アホ丸出しで何も言えないわ。え？あなたが嘘ついてることは分かってる。壺は自分でどうせ割ったんでしょ。何言ってるの？壺が家にあるっていうのは嘘だと思ってたけど本当にあったんだ。そうよ。旦那が骨董品集めに最近ハマっちゃったんだもん。最初は何を壊そうかって思ったけどめんどくさくて。え？なんでもない。私にお金を請求するためにわざわざ自分で壊すなんて。だから私は壊してない。なるみさんの娘さんが。嘘だってことは分かってる。何を証拠に言ってるの？証拠出せ証拠。ほら証拠証拠。出せないじゃんバーカ。バーカお前だ。はあ？せっかくこっちが200万で許してやるって言ってんのによ。旦那さんに言っておいたから。あなたが自分で壺割ったこと好きに言えばいいわ。家の中を走り回る桜花ちゃんの動画はあるし、旦那と一緒にお金を請求しに行きます。その壺300万したらしいよ。は？すごいね。そんな大金をポンと出せるなんて羨ましいよ。ちょっと待って、ゼロが一つ多くない？いや300万らしい。波江さんが壊したことを伝えたらすぐ確認しますって言って、ついさっき折り返しの電話が来たの。妻に確認したけどお前の娘が壊したらしいな。あの壺は300万したんだぞ、弁償しろって。はあ？何それ聞いてないんだけど。私には30万って独身の時に貯めてた貯金から出したって。とってもいい品だから今買わないと後悔するって言われたらしい。こっそり買った高いものだったから弁償しろってさ。なんかやば。あ、でもそうか。なるみさんの子供が壊したんだからなるみさんが払って。300万にプラスで100万、合計400万ね。オッケー。いいの？もし本当に私の娘が壊していた場合のみね。言ったからね。それじゃあ現場検証と行きましょうか。え？ゆりとひまわりと浪江の LINE。 なるみさんが大変なことをしでかしたの。二人ともこっそりお金を出してあげて。大変なことですか？何事ですか？ついさっきの出来事だからなるみさん誰にも言えないんだと思う。実はね、なるみさんのお子さんが旦那の大切にしている骨董品を壊しちゃったの。400万払わないといけないんだけど手持ちがないみたい。あなたたち二人がなるみさんと仲がいいのは知ってるから、お金をこっそり私に払ってくれる？つまりなるみさんの負担を減らすように私たちがお金の工面をしろと。そんな大金準備できないですよ。あなたたちが出してくれた分はなるみさんの請求からこっそり引いておく。多分現金を手渡そうとしてもなるみさんもらってくれないと思うから、今ここで言う口座に二人が出せる分振り込んでおいてほしいの。なるほど。私たちがなるみさんと仲がいいから裏でこっそり助けてあげてということですね。大正解。なるほど。一人で全額出すわけじゃなくて出せる分をってことですね。そうそう。二人がどれだけなるみさんを大切にしているか知ってる。だから協力できるよね。はいはい。クッククかもだな。
この二人がなるみさんと仲いいのは探ってたから絶対払うと思った。ひまわりさんはバカ正直だし、ゆりさんも最初の LINE で裏切らないことが分かったし、バカどもめ。何か言いましたか？さっきからボソボソ何言ってるんですか？なんでもないの。それより口座今すぐ伝えるね。誰も引っかかりませんよ、バカ。は？まったく何を言い出すかと思えば本当に面白い人ですね。そうですよ。そうやって私たちにお金をたかろうとしても無駄です。なるみさんが全額払うことになってもいいの？まず最初にお伝えするのが、今私たちはなるみさんと一緒にいます。真横にいますよ。え、嘘。じゃあもしかして私となるみさんのやりとり知ってる？はい、全部知ってます。じゃあ状況は分かってるみたいね。なるみさんを助けるためだと思って。何か大事なことを忘れていませんか？大事なこと？大事なことは2つあります。まず1つ目、ゆりはなるみさんのことが好きすぎて、なるみさんに関わった人のことは調べ尽くしてます。だから、つまりあなたが今嘘をついていることも知っています。嘘なんかついてない。これは別にいつでも簡単に証明できるんですけど、2つ目の大事なことというのが、奈美恵さんの家には私たちの子供もいるということです。確かに太陽くんもあざみちゃんもいるけど。あざみおいで。どうしたのお母さん？今日はみんなとクッキー作り楽しかった？うん、すごく楽しくていっぱい食べちゃった。太陽はちゃんとお手伝いできてましたか？太陽くんはどっちかっていうと食べるのを手伝ってくれたよ。やっぱりか、ごめんね。ううん、それにね、料理は苦手だからって洗い物をしてくれたんだ。太陽いい子。すごく楽しかったよ。今日何か変わったことはなかった？ちょっと何変な質問してんの。あなたは黙っていてください。お母さんが何のことを言ってるか私わかるよ。桜花ちゃんのことだよね。さすがです。本当に私に似て賢い子なんですから。賢いというか血のつながりってすごいなと感じる今日この頃。ちょっとちょっと、レン君のママ、今日はお家に招待してくれてありがとうございます。なんていい子なの、あざみちゃん。あ、いえいえ。桜花ちゃんの変な動画撮ってたから、なんかおかしいなと思ったの。変な動画っていうのは？あざみちゃん、ちょっと二人っきりで話そうか。家の中を思いっきり走り回っている動画を撮りたいって。な、ほう。続けて。なんかよくわからないけど、その動画をいっぱい集めてみるのが楽しいって言ってた。桜花ちゃんは家の中を走り回るのはできないって断ったんだけど、まずは蓮くんにやってみてって言って、それから順番にみんなを走らせて動画を撮ったの。子供って何でも楽しみますもんね。適当なこと言わないでよ。私ね、なんかおかしいなと思ってたから、全部動画撮っておいたよ。それは最初から最後までみんなが走り回ってる姿を撮ったということ？うん、お母さんが言ってたよね。人が変なことをするときはちゃんと動画に収めなさいって。おかしなことをするのにもちゃんと意味がある、それを後から調べる材料になるって。こんなに可愛いのに何を教えているの、ユリ。自己防衛ですよ、自己防衛。動画があるって気づかなかった。気づくようなヘマをするわけないじゃないですか。その後動画撮り終わったら満足したって言ってどこかに消えちゃったから、怪しいと思って後をずっとつけてたら、いきなり壺をパリーンって割ってね。それも動画に残ってるの？もちろん。さすが私の娘、可愛いあざみ偉いわ。お母さんみたいに早くみんなを守れる人になりたいから。これで嘘をついていたことがバレましたよ、奈美恵さん。今すぐその動画を消せ。動画ならバックアップを取ったし、別のクラウドにもアップしてお母さんにも転送済み。ちなみにこの携帯はタブレットとも連携してるから、お母さんが別端末にも保存してるはず。嘘、こんな子供に。それにね、壺を壊した後に桜花ちゃんに向かってあなたが走ったから壊れたのって言ってた。子供になんてこと言うんですか、最低です。だって壊れたんだもん。だもんって。桜花ちゃんは大丈夫でしたか？太陽くんが代わりに怒ってた。太陽が？走り回ったのは桜花ちゃんだけじゃないし、壺が壊れた部屋は関係ない部屋だったから違うだろ。もし責任があるなら俺たち全員が悪いって。
太陽くんってかっこいいよね。ね、お母さん。それは確かに否定しませんが、いろいろとダメですよ、アザミ。何か？そうだよね。太陽ってすごくかっこよくてイケメンで可愛くて足も速くて。あなたが幸せになる道を選ぶなら私は止めませんが、こんなチンチクリンと家族になるなんて、それはちょっと。ああ、いいね。二人が結婚したら私嬉しいかも。結婚？まだお互い小学生ですから長い目で見ないとどうなるかわかりません。大丈夫。まだ大丈夫よ。そんなはずない。太陽くん、確かにかっこいいって小学校でも人気ある。そうか。みんなわかるか、太陽の良さが。桜花ちゃんも太陽くんにニコニコしながらありがとうって言ってた。その後に、私が壊した証拠はないですよね。それに部屋が二つも離れていてどうやって壊れるんですか？それに私が走ってから壺が壊れるまでの時間はおよそ16分。私が走ったのとの因果関係とは？って言ってた桜花ちゃんも痺れます。私の周りの小学生が小学生じゃない件について。アザミ、もう少しで迎えに行くから待っててね。今日は大好きなケーキでも買って帰りましょう。やったー！お父さんの分も買って帰る。そうですね。はっ、やばい、意識がちょっと飛んでた。つまり私がやったってことは全部バレちゃったわけで、安物だと思ってた壺は300万で旦那が帰ってきて、つまり終わりましたね、あなた。その壺、ちなみに偽物ですよ。偽物？売った人は逃げたのでお金の回収はできないでしょう。それに旦那様は本物だと信じているので偽物だと言っても信じないかと。だいたい300万なんてどこから？二人目の赤ちゃん貯金を使ったそうです。あいつ、うちに大金なんかないからそうだと思ってた。次の子を授かるための準備金だったのに。なんか似た者夫婦ですね。絶対に許さないんだから、クソ旦那。私もあなたのこと絶対に許しませんよ。え？なるみさんに言いがかりをつけ、桜花ちゃんまで傷つけた。あなたたち夫婦は生涯幸せにはなれます。どんまいです。何言って。まずブラックリストに乗って分割はどれも組めない。旦那様は会社で悪事がバレ降格され、ボーナスもカット。奈美恵さんが働こうにもどこの面接にも受からない。二人は離婚せずにずっと喧嘩の毎日。何それ、そんなことになるわけ？ユリがそう言ったってことは、その人生を歩むことが決まったということです。ユリにとって人の人生を操作するのなんて簡単なんですから。嘘よ。あなたが10年後、20年後、30年後、どんな風に過ごしているのかの人生設計を全部送ります。こんなの生きていない方が良かったと思うことでしょう。なんでこんなことに？人に迷惑をかけないことですね。嘘だと言って。その後、旦那さんに壺を壊したことがバレ大激怒されたみたい。だけど赤ちゃん貯金を使っていた旦那さんに奈美恵さんもキレて大喧嘩。見かねた両親が子供を引き取ってくれた。やってることはどっちもどっちなんだけどね。その後はユリが言った通りの人生を送ることが決定。最初は信じていなかった奈美恵さんだけど、旦那さんが降格されボーナスもカット。自分が働きに出ようにも面接は受からず、今の家に住み続けるのは厳しいと引っ越しをしていった。その引っ越し日時、引っ越し先はユリが決めていた未来の通りに。奈美恵さんは泣いてユリに謝りに来たよ。決められたレールの上を生きるなんて嫌だ。自分の人生を生きたいって。そんな叫びがユリに届くはずもなく、人生設計見せてもらったけど、今後はローンが組めないから、親御さんに名義人になってもらう必要がある。車も買えない、携帯の分割も通らない。で、どう生活していくんだろうね。それに年齢的にどうしても親御さんの方が先にいなくなる可能性の方が高い。そうなった後、あの人たちはどうやって暮らしていくんだろう。数十年後には罪だよね。ねえ、水木さん、ついに会社クビになっちゃったんだね。まあでも仕方ないよね。うちの会社と比べたら規模は小さいとはいえ、水木さんが働いてた会社って社長が有名人でしょ。やっぱりそういう会社に水木さんみたいな人がいたら、ねえ。かなこさん、何勘違いしてるのかわからないんだけど、残念ながら私はクビになってないよ。いやいや、嘘つかなくてもいいから。だってハローワークにいたでしょ。平日の日中にハローワークって。普通に仕事で行っただけだよ。
でも水木さんって確か営業とかそっち系だよね。人事は関係ないって言ってたでしょ。嘘つくの？ありえない。まあ正社員クビになるとか恥ずかしすぎて生きていけないよね。いやいや、人のことバカにしすぎでしょ。クビになってもないし、それにクビになったところで恥ずかしすぎて生きていけないって失礼だと思わないの？だって私は大手企業勤務のバリキャリだし、クビになるような底辺とはやっぱり住む世界が違うんだよね。性格悪。水木さんも性格悪いじゃん。クビになったのに認めないとか逆に惨めじゃない？いつまで勘違いしてんだこのアホは。人事の子はハローワークに用事があって、私は近くの会社に用事があったの。だから社用車に乗っけていっただけだよ。ハローワークの用事は案外早く終わりそうだったから、私も中でいろいろ見て待ってただけ。外歩かせるの暑いしかわいそうだったしね。クビになったから新しい仕事探してたんでしょ。そんなに嘘つかなくてもいいのに。どうせすぐバレるのに惨め。勝手に言ってれば。面倒な人だな。だって面白すぎるんだもん。水木さん偉そうにしてたのにね。この間うちの子を止めてって言ったら断ってきたし、そんな人がクビとか。大企業勤めでごめんね。仕事できてごめんね。給料良くてごめんね。人生楽しそうだね。そりゃかなこさんのお子さんを止めるなんて人誰もいないでしょ。は？なんで？人の家に無理やり上がり込んで家のもの勝手に食べたり、冷蔵庫のものを勝手に持ち帰ろうとしていたり、あちこちでトラブルになってるじゃん。だってうちの子は叱らない教育だし、のびのびやってこそ天才は育つと思うんだよね。知ってる？子供の教育は母親の方が影響するの。クビになった母親と大手企業勤めの優秀な母親、どっちの子育てが正しいかなんて明らかだよね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。かなこさんは近所に住んでいるトラブルメーカーなママさんで、お子さんのしつけを全然しないんだよ。お子さんは乱暴だし、母親はこんな感じだから私は距離を置いているんだ。でもそれが気に食わなかったんだろうね。私がクビになったと勘違いしたかなこさんは大喜び。自分が大企業勤めだからとマウントラインを送ってくるようになったんだよ。一度はブロックしたんだけど、そうしたら今度はわざわざ家に来たりとうるさいからブロック解除。こっちもいい加減プッツンだよ。ねえ水木さん、明日うちの子預かってよ。私水木さんと違って責任ある仕事してるから忙しいの。休日出勤なんて水木さんの会社じゃないでしょ。旦那や親に頼みなよ。うちの旦那ボケーっとしてて頼りにならないんだよね。男らしくないタイプだし、うちの両親はガミガミうるさいから絶縁なの。あ、義両親はもう亡くなってるから。じゃあ大企業にお勤めなんだし、シッターでも雇うんだね。え？私仕事なんだよ、分かってる？はあ？だから何？私の仕事と水木さんのプライベート、どっちが大切だと思ってんの？私は大企業勤めで、あんたはクビになったハローワーク通い。年収700万の私に従えばあんたは幸せになれるんだよ。このアホが。え？ちょっと何アホって。こっちは大企業勤めなんだけど。仕事のできない落ちこぼれ社員。は？もともとは派遣できて、その後正社員になったんだよね。でもみんな正社員にするには反対していた。だって仕事ができないんだもん。ちょっと何のこと。あまりにもかなこさんがうるせえからさ、こっちも興味持ったんだよ、どんな仕事ぶりなのかなって。だから大企業で。一応営業だけど、もう1年以上契約取ってないんでしょ。は？だいたい平均してみんな月に10件は契約取るよね。なんでかなこさん一つも取ってないのに営業にいられるの？あんたスパイだったの？何それ、産業スパイ？なわけないでしょ。大企業ってことはそれだけ働いている人が多いってことだよ。元働いている人も多いから、転職サイトとかお給料を掲載しているサイトに口コミたくさんあったよ。口コミ？そう、給料とか働きやすさとかいろいろね。あとはネットの掲示板も見たんだけどさ、かなこさんらしき人を非難する書き込みめっちゃあったよ。あたし？そんなわけないでしょ。営業のマウントおばさんって部長とできてるよね。は？
いやいや違うよ。そうよ、部長と不倫なんかしてないし。結構前に露出の激しい服で部長を誘惑したんだよ。うわ、なんだこれ、キモって感じで部長が見ちゃったんだけど、その時おばさんが盗撮してたらしいよ。私をジロジロ見たでしょうって部長を脅したんだって。キャー、ふざけないで、なんでバレてるの。あ、やっぱりそうなんだ。だよね、そう思った。なんで、なんで私だってわかったの。だってかなこさん、前からあちこちのパパさんにやってるよね。できてないけど誘惑しようとして、私のこと見たでしょ、奥さんにバラされたくなきゃうちの子面倒見ろみたいなこと。みんな迷惑してるよ、おばさんのたるんだ体なんか誰が見るかって。ふざけんな、私は大企業勤めでエリートで。はいはい、言ってれば。大企業勤めだけど仕事ができないから男を誘惑して、結局それも成功しなかったからって引っ掛けたんでしょ。自分でエリートだって言ってて虚しくならないの。うるさいわよ、なんで、なんでバレるのよ。かなこさんは本当に大企業勤めではあるんだけど仕事は全然できないみたいだね。仕事ができないのに花形の営業部にいた理由もひどい。部長さんも災難だったね。派遣から正社員になった時もきっと誰かを引っ掛けたんじゃないかな。ま、ネットの書き込みだから真偽不明だったんだけど、本人が認めたからね。サクッと旦那さんに報告しておいたよ。ただ普段からぼーっとしていて、私たち近所のママが苦情を言っても、はあ、へえ、そうですかみたいな人だからさ、あんまり期待はしていなかったんだ。でもね、この旦那さんが思っていたよりも腹黒だったんだよ。先日はどうもありがとうございました。ああ、かなこさんの旦那さん、どうも。僕もいろいろネット見てみました。書き込みの中に妻の口癖を書いているものがあったので、やっぱり妻のことみたいです。だと思います。既婚者が既婚者を誘惑って時点でまずいのに、失敗したからって罠に引っ掛けるって惨めですね。はあ、まあ私たちはかなこさんが静かになればそれでいいので、うるさいマウントよりも何よりもお子さんの託児を押し付けられそうになってみんな困ってます。本当に申し訳ないです。主に土日ですよね。はい、僕が土日出勤なので余しているんでしょうね。何を言っても子供を甘やかすし、まったく。でも離婚は絶対にしません。え、あ、そうなんですね。大企業に勤めていて給料が高いですからね。離婚してちょっとだけ慰謝料をもらうよりも、しっかり働いてもらおうと思いますよ。なるほど。ちょっとゾクッとしたけど、でもかなこさんは気が強いし、あんな性格だからね、旦那さんは苦労するだろうと思っていたんだけど、どうも最近夫婦の力関係が逆転してしまったみたい。旦那さんみたいな人が怒ると怖いからな。お子さんのしつけも、今まではかなこさんが主体だったけど、今度は旦那さんが主体になってしっかりやるようになったんだ。そうしたらちゃんと礼儀正しい子になってきて、私たちは安心。でもかなこさんの立場はどんどん悪くなり、家庭内で居場所をなくしてしまった結果、逃げるように残業や休日出勤をするようになったんだ。部署も営業から資料室に移ったみたいなんだけど。もうダメ、もう限界、もう無理、私無理。は？私資料室に移ったんだけど、びっくりするくらい忙しいの。ああ、なんか残業とか休日出勤してるんだっけ。資料室の人間やたらと残業してるけど、どうせ残業代泥棒だと思ってたの。楽に会社にいられて自由時間もあると思ってたのに。だから営業部は気まずくなったし、資料室に希望を出したんだよ。うわ、何そのいい加減な考え。だって最近肩こりとかじゃなくて肩が異常に痛いし、資料の整理から作成まであるじゃん、最悪。繁忙期なんか営業より忙しいじゃん。休むなりすればいいでしょうが。旦那が怖いの？かなこちゃん働かないのって。男に媚び売って正社員になったのに無駄だったねって。ああ、働いてれば旦那がご機嫌だしと思ったけど、もう辛い、お願い助けて。いや、普通に考えてわかるでしょ、私がかなこさんをどうやって助けるわけ。それに方法があったとしても絶対に嫌だよ、かなこさんなんか。お願い、みずきさんは旦那の連絡先知ってるでしょ。旦那に言ってほしいの、昔みたいに戻ったらどうですかって。昔みたいにって、かなこさんが叱らない子育てとかいうのをやってお子さんは大騒ぎ、周りの人間にマウント取りまくって、旦那さんはかなこさんに話を聞いてもらえず落ち込んで、
そういう時に戻りたいってこと？いや、違うというか、でも私も反省してるし。いや、でも私だって大企業の正社員になるため頑張ったし。頑張りの方向性が違うだろうが。将来のお子さんに言える？男に媚び売ったけど失敗して、最終的に罠を仕掛けて正社員になったって。私だって誰か助けてよ。その後、今までまともに働いてこなかったツケなのか、頑張って働いた結果、かなこさんは体を壊しちゃったんだよ。なんか帯状疱疹になったんだってさ。旦那さんとは揉めまくり離婚になったんだけど、その方がお互いにとっていいだろうなと私も思うよ。かなこさんは舐めていた元旦那さんの変化に恐怖。元旦那さんもかなこさん憎しで精神的に不安定になってたし、会社側もかなこさんには手を焼いていたけど、今時簡単に解雇もできず、離婚して地方に移住していったからみんなよかったよかったと思っていたら、どうも本人は住民トラブルに巻き込まれているみたい。移住した土地は新興住宅地があって、もともとの住民と対立していてね。かなこさんは新興住宅地とは違う場所の平屋を借りたんだけど、もともとの住民には無視されているみたい。元旦那さんのこともそうだけど、なんかとことんドロドロした人だな。まあこういう人のことはとっとと忘れるに限るね。それにしてもハローワークって久しぶりに行ったな。猫カフェの求人にはちょっと見入っちゃったよ。ん？にゃにゃまるスリスリしてきてどうしたの？ああ、大丈夫だよ。今の会社辞めたりしないから。猫はにゃにゃまるだけだからね。ま、たまには遊びに行くけど。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。